レオノーレそれであいつのことをどうするつもりそうだね僕としては目障りなんだあんなのいなくなればいいと思わないもちろんだよレオノーレがソサイティから外されてあいつがソサイティメンバーだなんて絶対におかしいよ 僕に一つ考えがあるんだけどみんな協力してくれるあいつを永遠に ISW から追い出すんだ。 レオノーレ連れてきたよありがとう君たちは後ろに下がってていいよこんな夜更けにどうしたの話があるってレオノーレから僕に声をかけてくれるなんて珍しいね <laughs> 君とは一度ゆっくり話がしたかったんだそれにどっちが強いかはっきりさせたくてね。 ごめんなさい。これ以上は見せられない。 そうあれは僕が言ったそうじゃないと君が危険だからこのままだと僕はそのうち君を殺してしまう。 僕はそんなことしたくないでもレオノーレは違う僕はレオノーレであってレオノーレじゃないあの満月の夜すべてが壊れた二年前の満月の夜 わからない。だけど君が僕の世界に来たことや僕の心に入り込めたことと何か関係はあるのかも。 二年前のの満月の夜、僕は彼レオノーレ・グリフィスの親衛隊に呼び出されたんだ大事な話がしたいからそう言われてレオノーレは僕のことを嫌っていた多分彼ではなく僕がソサイティメンバーに選ばれたことや みんなの注目が僕に向いていたことが気に入らなかったんだと思うもっと早くに彼の気持ちに気づいていればよかった彼が日々憎しみを募らせる一方で僕は何も知らず ISW に入るまで人と触れ合うことが苦手だった僕を優しく仲間に迎え入れてくれたみんなに甘えていたんだ だからあの夜も僕はレオノーレから誘ってくれたことが嬉しくて少しでも仲良くなれたらいいと思って一人で会いに行ったけれどレオノーレが考えていたことは僕と全く正反対で彼はあの夜闇の魔術で僕を殺そうとした 僕は。 僕は自分の身を守るために彼を殺した意図したわけじゃないけれど彼の命を奪ったことには変わりない闇の魔術には必ず代償がある僕は死ななかった代わりに自分の心をほとんど失うことになったそして そんな僕を止められる術はなく僕は理事長の手でこの地下に閉じ込められたんだよ理事長は何も悪くないそうしないと僕の周りに広がる狂気はみんなを危険にさらすことになるからそれ以外に方法がなかった 思い出したよ僕の本当の名前アイリスっていうんだ君が僕の心の奥まで来てくれて僕に触れてくれたから思い出したありがとう。 僕君がここに僕の世界に来てくれた時本当に嬉しかったんだよ2年間ずっと一人だったからウサギのぬいぐるみこれは唯一理事長が持たせてくれたもの僕が子供の頃に大好きだったぬいぐるみ ロサって名前を付けてくれたことも嬉しかった僕は心のずっと奥で自分の名前がレオノーレじゃないと分かっていたからうん覚えてるレオノーレの狂気からかろうじて残った僕の理性を保つには 子供の心でいるしかなかっただから僕はアイリスの心に幾重にも鍵をかけて一番深いところに沈めたいつか誰かが僕の世界に来た時ほんのわずかでも僕自身の本来の心が残っているように。 君を傷つけるようなことをしてごめん僕はレオノーレじゃないけどレオノーレでもあるんだよ今もまだ彼の狂気は僕の中から消えていない それどころかかろうじて残っている僕の理性がなくなるのももう時間の問題なんだこのままだと僕はいつ君を殺すかわからないさっきみたいに。 方法は一つだけ僕の心を縛り付けているレオノーレを完全に殺すことつまり僕を殺すことそうしないと君も永遠にここから戻れない僕は長い間誰かが来てくれるのをずっと待っていた 誰かが僕のことを殺しに来てくれるのをねそれが君でよかった君なら僕の願いを聞いてくれるよねそれに僕はもう僕の作り出したこの世界に一人でいることに疲れたんだそろそろ終わりにしたい <laughs> 残念だけどそんなものくらいじゃ僕は殺せないよフィニス・クア・エダム。 これを僕の心臓に突き刺して永遠に時を止める魔法をかけたからこれで完全に僕は死ねる君の好きな場所でいいよこの場所だけは元からあったものなんだ他のところは全部僕が作った世界 後悔ならもうたくさんしてきたから強いて言うならレオノーレの僕とでももう少し君と一緒に過ごしたかったでももう時間がないまた僕が君を手にかける前にお願い ああ、君もやっぱり救えないんだねはははは、<laughs> 時間切れだよ せっかく優しいあいつが特別な剣を渡したのに君じゃ扱えないね残念でした <laughs> さてとどうしようかなこれから僕の手で君を真っ赤に染めてあげるうれしいよねうれしいよね 何まだ僕にあらがうつもりおとなしくしていれば優しくしてあげるのに君の望むところから赤く染めてあげるのに僕はレオノーレそんな名前は知らない ああ君がおとなしくしないからだよでも君のそういう強気な目とか痛みにあげる声とか僕、好きなんだもっと聞かせてよ 痛い痛いよね僕も痛かったんだよとっても痛かったんだでもそのあとは気持ちよかったよへへへへへへヘヘ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 ヘ 痛みと快感は紙一重って君は知ってるよね僕が教えてあげたんだからそうだ君にも闇の魔術をかけてあげようかなそしたら一生僕のものだねならない そうはさせないよ。それにね君が少しでもあいつに惹かれてる以上僕のことを殺すなんて無理なんだへへへへ 選ばせてあげる、僕のものになるか、それとも僕に殺されるか。 僕がレオノーレを抑えている今のうちにレイピアを拾ってそれでこのドラゴンの体を刺すんだ。 ねえこのドラゴン綺麗でしょこれねプルマって言うんだよ僕の召喚動物だよ乗せてあげたかったけどできなくてごめんね <laughs> そんな顔しないであのねもうひつお願いしていい これ、理事長、僕のお父さんに渡してそしたらここであったこと全部伝わるよ <laughs> そう僕はアイリス僕が最後に一人じゃなかったこと ロサと君が一緒だったこと全部お父さんが知ったらロサは君にあげる僕の宝物 うん、僕もありがとう僕君が大好きとっても大すき これ、理事長、僕のお父さんに渡してそしたらここであったこと全部伝わるよ。 君があの子の心を闇から救ってくれたのですね私にはできなかったことを代わりにしてくれてありがとうおそらく君にしか君だからできたことかもしれませんね 少し長い話になりますが話さないわけにはいかないでしょうこの話をすることはある女性との約束を破ることになりますそれに君にとってはあまり聞きたくない真実かもしれませんですが君ももう大人ですからね 君のお父さん、エドは私の1学年下でとても気の良い好青年でした江戸には ISW に在籍していた時恋に落ちた女性がいたのですもちろん君のお母さんと出会う前のことです若い二人は愛し合いましたしかし彼女は資産家の娘さんで 親の決めた婚約者もいたのです二人の恋は実ることなく終わりました淡い青春の思い出として終わるはず二人はそう思っていましたそれぞれ別の道を歩み数か月が過ぎ彼女が 婚約者と結婚の式を挙げる前日のことです彼女は自分のお腹の中に小さな命が芽生えていることに気が付いたのですそうです彼女は 江戸ににもも婚約者にも内緒で、子供を産むことに決めました私がこれまでの戦いきさつを知っているのは生まれたばかりの小さな赤ん坊を抱いて私のもとに彼女が相談しに来たからですその頃、私はすでに結婚し幸せな毎日を過ごしていましたそんな私たちに彼女が必死の思いで懇願したのは 私たち夫婦にその子の親になってもらえないかということでした身勝手だと彼女を非難することもできるでしょうしかし彼女としても自分の子供を手放したくなどなかったはずです彼女が随分と思い悩んだことはその顔を見ればわかりました 私たち夫婦には子供を授かることができないと分かっていましてね泣きながらお願いしますと頭を下げる彼女を前に私たちもどうしたものかと悩んだものです子供はおもちゃではないですからねいくら望んでいたとしてもそしてその機会が目の前に訪れたからといっても はい、お引き受けしますよとそう簡単に受け合うことはできませんそうとはいえ一方でこれも何かの運命ではないかと私は思っていましたですから十分に話し合った末 私たち夫婦は彼女の子供を自分たちの子供として育てることに決めましたその代わり真実は誰にも明かさないとそう約束して不用意に誰かが傷つくことは避けたかったのですだからあの子アイリスはこのことを知りませんアイリスと名付けたのは私たちです 初めてあの子をこの腕に抱いた時私はこれでよかったのだと確信しました <laughs> 親箱というのでしょうかね私も妻も日に日に成長していくアイリスが それはもうかわいくて仕方なかったのですよ実際とても美しい子供でしたからね本当にアイリスはいくつになってもかわいいなほらお土産のぬいぐるみだよぬいぐるみああ、お父さんありがとうかわいいウサギさんウフフウサギさん 僕の友達。そうだ友達のウサギさんに名前を付けてあげたらどうかな名前うん名前ウサギさん <laughs> それは名前とはちょっと違うがねアイリスが気に入ったのならお父さんも嬉しいようんウサギさん 僕の宝物だだよ。よ。毎日一緒 ISW に入るまであの子には少し人見知りなところがありましてね。 このウサギのぬいぐるみをずいぶん大事にしていたのですよ。結局思いつかなかったのか、名前はウサギさんのままでしたが、君がロサという素敵な名前をつけてくれたのですね。 彼女は子供の父親が誰であるのかかたくなに言おうとしなかったもので迷惑をかけまいと思ったんでしょうが相手が江戸であるというのはそれから随分後になって思い当たったことです実は君が今年入学してくることを知った時君なら あの子の心を救っててくれるののののでではないいかかと、密かに期待していたのです。あの子の力は強すぎて私でも止めることができずあんな形で地下に閉じ込めることしかできませんでしたから血のつながりがある君ならばもしかしてと。 路サを通して地下で何があったのか私は全て知ることができましたアイリスは君に出会えて心の底から嬉しかったのでしょうね私に伝わってきたあの子の心は喜びと楽しみと幸せに満ちたものでしたよ お待たせ。みんな揃ったから食堂へ行こう。